本日紹介するのは、声優、グラビアアイドルの、白壁沢子さん。青年月日は、1992年1月29日生まれ、身長が153センチ、山口県出身です、白壁沢子さんは、慶愛高等学校、慶應義塾大学文学部、人文社会学科卒業し、大学時代は、国文学を専攻し、 絵巻物のの研究をしていたため、変態がな解読を得意としています。大学中、卒業後には、日本語学校で、日本語教師としても働いていたそうです。アニメキャラクターとの結婚を夢見て、小学5年生の頃から、声優を目指すようになる。高校卒業後に上京して、声優の勉強を始めるつもりだったが、芸能のために、上京することについて、 両親から猛反対を受けます。良い学校に入れば、状況を許可してもらえるだろうと思い。慶應義塾大学に入学し、4年間は学問を優先した。大学卒業後、声優養成所に、2年間が良い RME に所属します。アイカップの巨乳を武器に、声優を本業としつつ、グラビア活動にも進出します。きっかけは、推しの女性タレントの、 同人誌、即売会に行った時に、認知されるために、アイカップなんですけど、胸を触ってもらえますかと、触ってもらったこと。このことを知った、イメージビデオ制作会社から、オファーされたのだという。趣味は、うさぎと遊ぶこと、料理や、お菓子作り、エアガンを、バーに打ちに行くことだそうです。今後、白壁沢子さんが活躍されるよう、応援 していいきたいですねご視聴ありがとうございました。このチャンネルではグラビア、モデル、アイドルなどを紹介しています。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。